はいこんにちはえっ、ー、と秋葉原で診療内科をやっています鈴木祐介と申します、えー、今日はですね Z 世代の研修医のメンタルヘルスというテーマでお話をさせていただきます、えー、ね世代間コミュニケーションのま難しさというですねあのっていうのがまあいろんなところでま話されるんですけども。 あんまりこう世代世代というか、ね、で区切ってこう決めつけてこの物事を話すのもあんまりよくないなとも思うんですけどやっぱり傾向とかはいろいろ見られるなっていうところと、まあ、僕自身がいろいろ臨床していてで,あでもやっぱりこう,なんかあこういうミスコミュニケーションとかギャップって多いなっていうようなことにまあ気付くことがあるのであのそこをちょっとお話ししてねお役に立てればいいかなというふうに思います。 はい、自己紹介です改めて心、はいえー、療,療内科はちょっと濃い字で書いてあるんですけど心、まあ、療内科っていうことがすごくあの、まあ、心と体を分けずに見るっていうことのなんか大事さみたいなものもちょっと後でと後で話すことともちょっとつながってくるかなというふうにもあの思っております。でえー、とそううですねいいことといえば、まあ サラリーマンをやってたっていうことだと、まあとスプラトゥーン大好きっていうことですね今日もここに来る前にですねあのアミーボっていうこのスプラトゥーンのねあの人形をあの、まあ、買ってきたんですけどあのこういうのをちょっとねあの臨床とかでも使ったりあのしてます今日はねメンタルヘルスケアの話なんですけどこういうまあなんですか人形みたいなものとかをこうなんか 結構ね患者さんにも触れてもらったりとかするね。こう触るっていうこと、触れるっていうこととそのメンタルヘルスって結構あのー、影響が大きくてすごく再注目されてるんですよね。で、あの心地いいその触覚刺激とそのまあ、脳のあの関連性とか。